グリズンです。それでは今回もやっていきたいと思います。今回はギルドマスターのサイドクエストをやっていきたいと思います。いきましょう。今からね、そのギルドマスターのお偉いさんに会いに行きたいと思います。配達人ということらしいんですが、この上にいるっぽいね。ちょっとこれはここから行った方がいいか。あっあっあっ、ダメか。あー、ダメだ。いや、これは無理だな。ちょっともう一回。よし。ドリスコルって名前のギルドマスターを探してる。俺のことだ。で、お前は誰だ。見慣れない顔なんて珍しいな。この辺りの出身じゃないだろう。ああ、仕事が欲しい。すまんが、俺たちの組織は特殊でね。踊りながらフラッと現れても仕事はやれない。そういうわけじゃない。踊りは苦手でね。口が達者なら仕事をもらえると思ったか。すまない、いろいろ不慣れでな。この町のことをよく知りたい。それにはここが一番だと聞いた。それに真っ当に稼げるともな。俺は流浪人だ。流浪人、噂は聞いてるぞ。プラスの要素とは言えんな。特殊な組織だと言ったな。キャリアギルドの何がそんなに特殊なんだ。俺たちは人のために働く。適当な金稼ぎとは違う。キャリアは町の至る所に荷物や手紙を運ぶんだ。流浪人として仕事の価値は分かってる。金では測れない価値さ。収入のことだけじゃない。荷物や手紙というのは情報だ。情報は社会の生命線なんだ。そして結合組織でもある。人々を結びつけ逆に引き裂くこともできる。それも分かってる。分かるものか。流浪人は所詮金目当てだ。お前たちに崇高な目的などないだろう。だが俺たちキャリアはこの情報と絆のシステムを任された配達人なんだ。俺たちは俺たちのやり方で社会を守り、情報を保護して人々を守り、人々を結びつけている。言ってることは分かる。責任の重い仕事だな。当然だ。そしてだからこそキャリアになれるものは限られている。その辺のやつや流浪人が突然なれるものか。頼む、手伝わせてくれ。俺にできることはないか。あるぞ。これ以上関わるな。じゃ、いい一日を。ダメですね。まあすごくね、自分の仕事に責任とプライドがあるみたいですね。本当に手伝いはいらないのか。人手不足に見えるが。ああ、最近はますます危険になっている。こうして突き放すことで逆にお前の命を救ってるのかもな。俺は流浪人だ。危険には慣れてる。壁の外の危険にもな。慣れてるだと。ならちょっとしたテストを受けてもらおう。その結果で決めるってのはどうだ。いいだろう、受けて立つ。よし、我が像、お手並み拝見といこうか。まず近くにあるあのビルのてっぺんまで登って、俺たちの仲間が置いてきた荷物を持ってこい。荷物は屋上のテント近くにあるはずだ。それだけか。少し待ってろ。エイデン、もう軽く言っちゃったね。大丈夫ですかね。どこだろう。このビルではないね。多分もっと奥かな。あれ
やめてくれ。よし、大丈夫かい。今のは危なかった。もらってくれ。いいから。あれ？うん、やっぱ違うな。こっちか。どのビル？こひ、え？こっちの。でもなんか行けそうだな。ちょっと待ってよ。こっから。ああ。これで上がって。え、めっちゃ楽勝じゃないですかこれ。ああちょっと待って、あー危ねえ、あーちょっと待ってくれ。すいません、楽勝とか言っちゃって。あーちょ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 っと失敗したな。待って、あ、いけた、よし。あれ、ここはすでに、あ、大丈夫ですね。発電機はつけてるからすでに来たことはあるみたいですね、僕は。で、にも、あ、これか。終わった。簡単だ。早いな。悪くない。これがテストか。汗もかいてないぞ。調子に乗るな、若造。まだほんの小手調べだ。分かってるだろうが、手紙を届けるには感染者の群がる地域を通らなきゃなら、もちろん夜でもな。このテストではダークゾーンから手紙を5通回収してもらう。前に仲間が感染者に追われて落としたものだ。ミッションの成功にはもちろん、死なないだけでもかなりのスキルがいる。ま、流浪人なら楽勝だろ。ん？うん、俺好みの仕事だ。じゃ、また後で。じゃあ行きましょう。5通。この下か。つかめない。おお、食らってしまった。このビルの3階。いっぱいいるね。よし、あ、まだいた。あ、調べるとこいっぱいあるな。これと、あ、みんなここにあるのね。そういうことか。こいつはいい。あとはこっち。あと1つ。あ、
あった。で、戻ればいいのかな。悪くないぞ若造、悪くない。あれでテストと呼べるのか。なら最後のテストだ。客と直接顔を合わせろ。この仕事の核となる部分だ。送り送られる手紙を通して人々をつなぐ。分断された社会を再び結びつけるということだ。お前の進化がここで試される。やれるさ。信じないだろうが人当たりはいい方だ。面白い冗談だな。だが打たれ弱いタイプじゃないのは認めよう。それなりの力はありそうだ。これをやり遂げたらキャリアの誓いを立てることを許してやってもいい。客から何も苦情が出なければだがな。それはない。保証する。言ったからにはやり遂げないとね。2箇所あるみたいですね。2箇所あるうちのどっちが近いのかな。3箇所か。じゃあまずここから行きましょうか。これファーストトラベルで行った方が早いね。ちょうどこの上にある拠点にいるのかな。そうっぽいですね。結構上の方だね。上がれるかな。あれ？ここじゃないな。あ、この人か。あんたにメッセージを持ってきた。ありがとう。ああ、ついにこの時が来た。なんだって？僕のボーイフレンドだ。ついに奥さんと離婚するらしい。ああ、おめでとう。僕も妻と離婚してね。妻は理解してくれた。レンが勇気を出して奥さんに打ち明けてくれて本当に良かった。これで僕たちの新しい人生が始まる。うん。愛にもいろんな形がありますからね。はい、それでは今度は船の方ですね。 PK の本部ですね。ここにファーストトラベル直接したい。あ、できる。できるんですね。これは助かる。やっぱ PK にエリア制圧させた方がなんか楽な気がしてきましたね。結構あのファーストトラベルができたりするし、あとなんだろう、サバイバーだとその移動するのにね、ジップラインとかいろいろ。あれ、ちょっと待って、1個はここだけど、
大丈夫か。なんか PK だとね、いろいろそういうトラップ的なものがあったり、あとね、このゲームやってる人にとっての情報ですけど、ボウガンが手に入るんです。 PK にエリア4つ支配させるとボウガンが手に入るらしいです。それもね、なかなか強いらしくて、まあ、そのどのタイミングで、ね、手に入れるかによってそのボウガンの攻撃力も変わってくるらしいんですけど、だからできたら、まあ、最後の方に、制圧させるといいかもしれないですね。え、こっからは何？自分で探さないといけない？ああ、こっちか。二人とも近いな。すごいね。うまいことコンテナ使ってるね、みんなね。この人か。あんたに手紙だ。ようやくか。すまない。預かってすぐ来たんだが。あんたじゃなく息子に怒ってるんだ。何週間も頼りがなかったから死んだのかと。父親のことなんかどうでもいいのさ。ありがとう。まあ少なくともバカ息子が生きてることは分かったしな。よかった。ん？この人か。あ、この人っていうかこの子か。キャリアギルドだ。バリ宛ての手紙を届けに来た。暗い。ママ、ママ、パパから手紙だよ。気をつけて。開けるときに破かないでよ。破かないよ。大丈夫だって。ありがとう、キャリアさん。息子も喜んでるわ。うん。ドリスコルか。全部届けた。無事に完了したぞ。その報告を待っていた。いい時に寄ってくれ。頼みたい仕事がある。覚えとけ。ここに来るには地下鉄に乗るのが早い。うん、そうですね。まあ今までずっとね、地下鉄でファーストトラベルしてますけど、はい。ということで、とりあえずファーストトラベルじゃなくてメインストーリーの方やっていきましょうかね。あっちか。開いてくれれば。あれ、これもしかして、あ、サイドか。ちょっとね、メインの方やりましょうか。ちょうどここにいますしね。またごめんなさい、戻ります。騒がしいな、ここはね。もう大丈夫か。突っ立ってないでこっちに来い。
なんか具合悪そうだったけど。これに見覚えは？このブラスナックルはルーカス指揮官のものだった。アイトールが受け継いだんだ。オールドビレドーのような惨劇はもうたくさんだ。皆で町を守るんだ。疫病からもブッチャーからも、たとえ奴らが何を企んでいようとな。そうだな。ところで力になれると言ってた件だが。だが本題に入る前に一つ聞きたい。なぜデータベースが必要なんだ？中身は？別に隠すことはないんじゃない。ただ、でもあれだよね、もしジャックが敵に回った時に妹を見つけて人質に取ったりとか、そういうことはしないかな。でももしかしたら力になってくれるかもしれないよね。こっちにしてみようか。妹を探してる。何があったんだ？だいぶ前、ワルツは妹を傷つけ俺から奪った。奴に妹のことを聞きたい。今も生きてるのか、それとも。それで GRE の指令センターを探してた。奴のデータベースを探るために。共通の敵というわけか。というと？ワルツはブッチャーの右腕なんだ。手下にインヒビターを打ちまくってる。共に奴らを倒そう。お前を呼んだのは GRE の研究者たちが町に潜んでるのが分かったからだ。一人だけ足取りをつかめた。レネゲイドの襲撃前にな。なるほど。その研究者を見つけ出して情報を吐かせてやる。何も出なければ次を当たるってわけだ。それを繰り返し、お前の求める答えを見つけよう。なるほど。研究者はなぜ隠れてる？人々を恐れてるんだ。 GRE が感染を広めたことに怒ってるからな。奴らがウイルスを持ち込んだのは本当だったのか？他に誰が？奴らは基地の中で実験していたそうだ。ハランから持ち込んだんだろう。闇に紛れ政府の目を欺いて、そして崩壊が始まった。報復として人々は研究者を捕らえ吊るし首にしたんだ。そして治療法への道を閉ざしたわけか。そんなもんは花から存在しない。GRE のプロパガンダだ。わかった。で、あんたの望みは？我々の目的は一致している。説明しよう。町に電力が戻るとレネゲイドの攻撃が活性化した。奴らが我々の前哨基地を襲うのは戦争終結後初めてのことだ。だが同時に新たな可能性も生まれてきた。電力が戻ったということはセンターで一番大きなアンテナを起動できるということだ。VNC タワーの上にある。無線の力でブッチャーを倒すのか？ある意味な。多くの人々と交信できるようになるだろう。各コミュニティとの通信が復旧すればもっと協力者を集められるからな。そうすればお前が追ってる GRE の医者探しもしやすくなる。仕事をしたとしてあんたが手を貸してくれる保証は？私を疑うのか？ここじゃ守られる約束の方が少ないってことは分かってきたからな。もし研究者が一人も見つからなかった場合はお前の前にワルツを引っ立ててきてやる。ラワンと組んでるということはお前もまた奴を探してるんだろう。 OK、 乗った。よし。ブッチャーの襲撃には理由がある。私はこの町を守りたいんだ。たとえ何があろうとな。平気か少佐。詳しくはメイヤーに聞け。会いに行くといい。あとな、エイデン、気兼ねするな。私のことはジャックでいい。わかった、ジャック。すごい、話が終わった途端決めポーズに入りました。エイデン、何か用か？なんか話ができるみたいですね。レネゲードの連中はどこにでもいるな。今だけさ、 VNC タワーに通信機を取り付けさえすればブッチャーは引くしかなくなる。そんなに簡単な話なのか？簡単？お前だって
町のネズミ退治に苦労してるそうじゃないか。連中が何か探してると思うか。続々来るが統制は取れてないぞ。まあそれはそうだろう。指揮してるのが強人だからな。ウィリアムズが行かれてるならなぜ毒の水で町を沈めない。手下を送るよりずっと早い。強人だから行かれてるとは限らない。できるのにやらないということは町の壊滅が狙いじゃないということだ。少なくとも一気には。ブッチャーはレネゲイドを送り込んであえて混乱を引き起こしているのさ。人々が恐怖におののくのを見てほくそ笑んでるんだ。玉座に悠然と腰掛け白手袋をはめクラシックに聞き惚れながらな。随分な話だな。だが無線で人々に呼びかけられれば奴のテロ攻撃に対抗できる。だからこそ通信機の稼働が重要なんだ。そうすれば人々は真の敵を知る。そして自分の身を守れるようになるのさ。なるほど。いや必要なことは全部聞いた。幸運を祈る。はい、それでは行きましょうか。向かう場所はあれ近い。ふっと疑問に思ったんですけど、この世界にはやっぱり夜になるとね、明かりが必要じゃないですか。で電気、あこの人か。どうしたの。ああ、あなたか。マットの指示で来た。聞いてる。これを渡せって。 PK を助けてくれたお礼。 UV フラッシュよ。あると便利だから。助かる。計画についても教えてくれ。 VNC タワー、電力が戻ったからテレビのアンテナを使ってメッセージを流し動員を呼びかける。でもそのためには頂上にたどり着かないと。一筋縄じゃいかない。何が知りたいの。タワーの無線局について詳しく。ビレドーで一番高い建物。かつては町の繁栄の象徴だった。今は衰退の象徴か。なぜだ。アンテナが起動すれば街を再び一つにできるかもしれない。でもあそこに光を灯そうとするとどうなると思う。いいもんじゃないな。その通り。希望の光にもなりうるあのタワーは死の罠なんだ。今回はそうならないようにする。 UV ライトを灯してね。そんなに危険なのか。中はボラタイルの巣になってる。この辺りで最大のダークゾーンだよ。昔ナイトランナーが制圧に向かった。アンテナを使ってバラバラだったサバイバーのグループを一つにつなげようとしたんだ。でもアンテナに近づくことさえできなかった。結果ナイトランナーは壊滅に追いやられた。なるほど。壊滅？全てのナイトランナーがか。そこが問題でね。フランクは周到に計画してた。でも計画には全員の力が必要だった。総力戦ね。ところがみんなが賛同してるわけじゃなかった。メンバーにも温度差があって、フランクはそのうち集まると思ってたけど結局全員は集まらなかった。計画は頓挫し惨事と化した。あの夜無線でナイトランナーの悲鳴を聞いた人たちは今でも悪夢にうなされるらしい。賛同しなかった連中はどうなったんだ。組織を抜け去っていった。反対派についた者は裏切り者の烙印をされた。その後ナイトランナーは恥ずべき記憶として忘れ去られたんだ。まあ過去を振り返るのはほどほどにして今は目の前のことに集中しましょう。よし、じゃあ行こう。ライトの準備はできてるはず。補給部隊の保安が仕事をしてればね。してないんだな。ここ数日はかくれんぼと遅刻ばかり。本当頭にくる。まずは保安に会ってどうなってるか確認して、彼に会ったら一発蹴りをお願い。私の代わりに任しといて。フラッシュライトが役立てばいいけど。あ、計画設計図を手に入れましたね。
UV フラッシュライト。おお、これは便利ですね。感染者を弱らせることができるみたいですね。緊急だ。司令官の使いできた。ムッシュ・ジャックですか？ムッシュ？ジャック・マッ、ムッシュ・レイナーは不在です。伝えておきます。いや、ダメだ。直接話したい。どこにいる？あいにくですが、ムッシュ・レイナーの居場所は誰にも教えられません。よろしければお待ちください。他に何か？堅物といても楽しくないな。お宅のボスは趣味とかあるのか？ムッシュ・レイナーは自他ともに認める人生の喜びの目利き、食事にお酒、そして二本足で歩くほぼ全ての生物がお好きです。その人生の喜びとエラーを楽しめる場所に行けば保安に会えるのか？努力は買いますが教えかねます。マットが怒るぞ。ムッシュ・レイナーは少佐の顔色を気にする人間ではありません。またのお越しを。なんかちょっと気になってきたな。ラワエイデン、町には慣れた？なんとかな。メイヤーとジャックの使いで補給部隊に来たが、今まであった PK とまるで違うな。それは根っからの PK じゃないからかも。あいつらの心情はビジネスだから。へえ。ところで奴らのボスが捕まらない。ホアンね、自分の希少価値を上げる作戦なんでしょ。フィッシュアイのあたりじゃない？食堂？専用テーブルまで持ってる気取り屋だから。金を積んでコックにメニューにない品を作らせて、そりゃ豪勢な暮らしぶりよ。行ってみよう。見つかるといいね。まあ見つけた後も大変だろうけど。はい、じゃあフィッシュアイに行きましょうか。ファーストトラベル。なんか仲良くなれそうな気がする。ホアンとは。今度こそ PK はレネゲイドを許さない。大量大騒ぎしてるのかと見に行ったら、知らん男がうちの周りをうろって。これはマットといいから、ここは穏便にすませんよ。この上か。ホアン・レイナーか。迷子か。ウェイターは呼んでないぞ。メイヤーと司令官にあんたを探せと言われた。俺は知ってるぞ。エイデンだ。レネゲイドの件が首尾よく言ったろう。あれ以来食堂の連中は可愛い我が子にお前の名前をつけたがってる。ディニーもだ。だが見ての通り、俺は今食事を楽しんでる。手短に要件を述べて、とっととお帰りになってくれ。要件は分かってるんじゃないか。メイヤーが言ってたぞ。ピースキーパーに UV ライトを届けるはずだろう。キャンキャン吠えても俺の心は動かないぜ。最高司令官ジャック殿は
可愛いテリアをけしかけりゃみんなビビってちびると思ってる。まあ仕方ないがな。やつはクリスタルグラスに注いだシャンパンと犬の皿に入れた水の見分けすらつかない。洗練の背の字も知らないんだ。だろビニー。うん、どうでしょう。ビビるなよ。ジャックが更新してきて吊るされるわけでもなし。少なくとも今はな。ああ。おいビニー、もっとシャキッとしろ。俺に相手してほしけりゃそれだけの価値を見せるんだな。イーデン、俺を納得させてみろ。これは結構重要なのかな。これで行ってみる。あんたにも協力する。マットと同じように。そこは疑ってない。流浪人だそうだからな。だがお前は新参だ。農民を何人かぶっ飛ばしたからってみんながみんな味方してくれるとは限らない。もっと心の機微ってやつを学べ。100人いれば欲望は100通りだ。そいつが動くスイッチもな。お前のセールスは訴求力に欠けるな。もう一回だ。もう一回。じゃあこれだよ。軍法会議が望みか。わけないぞ。軍法会議だ。お前誰に口聞いてるか分かってるのか。売人との取引をまとめてるのは誰だ。食料や武器や服を調達してるのは。うん、俺がいなけりゃピースキーパーは1週間で物資不足だぞ。戦争は補給が全てだ。やり直しだな。次はアドリブはよせよ。タイムアップだ。俺の心をつかめなかったな。あれホアン、何が望みだ。聞いたことないか。値段を聞いてるうちは手が届かないってな。それじゃ本題に戻ろう。エイデン、それで次は何を頼む。うぬぼれ野郎はどうだった。あんな男は初めてだ。そうだな。言ったでしょ。合いそうなし。ねえ、うちに寄って。残念。ちょっと話そう。ああ、この際ピノ一滴でもいい。フルーツはどうだ。この合間に食べるスイーツは。ラワンの家ってどこなんだろう。行ったことあるっけ。聞いたか。ここにあるの？ここ？多分あいつフルコースを5セット食べながらセクシーな女をはべらせてたでしょ。男だ。それ以外は当たってる。めんどくさいやつなのよ。なんとか仕事をさせないと。ジャックに UV ライトを頼まれてるのに。厳しいね。ホアンは早々ジャックに従わない。言うことを聞かせるのは至難の技よ。独自の勢力もあるし、ジャックをおちょくるのが趣味なんだ。じゃあどうすればいい。他と同じ買収よ。奴は美術品に目がない。崩壊前の高価なガラクタにね。昔の価値ある品を見せられると欲しくてたまらなくなるの。自制心ゼロ。へえ、その手のものはどこにある。開放通りにポーランド人が住んでたペントハウスがあってね。アートのコレクターだったらしい。行ってみたら。パラグライダーじゃないといけない場所だから何か残ってる可能性は高い。無線で案内してあげる。お前は狩りに行くのか。いいえ、パーティーよ。ダニアの誕生日なの。でもゲストリストが殺したいやつリストと被るかも。ホアンのことが片付いたらあんたも来れば。ダニアは俺が嫌いだろ。彼は誰も好きじゃない。連絡してよね。 OK。 マットが食堂に入ってくるとホアンがいなくなる。パラグライダーでしか行けない場所か。どこにあるんだ。まあビルがいっぱいあるとこだよねきっとね。ああ高そうではあるけど。どうだろう、ファーストトラベルしてもこっからこの距離ってそこまで変わんないのかな。まあまあいいか。とりあえず違う。
これか。その中身が俺のもんだ。こっちですね。インヒビターコンテナを検知。もう今の時点からこうビルの上上がった方がいいのかな。なんかそんな高そうなビルではないよね。どう上がっていくんだろうな、あそこに。このビルですね。全然上がらないね。あ、違う違う間違えちゃった。なんか隣のビルから行けそうだよね。まずこのビルをどう上がっていくかだな。あ、こっから行けそうだね。からだな。どうやって上がっていけるのか。おい、よし。あれ、また降りてきちゃったな。とりあえずやっつけば。かな。よし。あ、まだいるね。じゃあ戻っちゃおうね。ここではない。どう？もう入る？まだだ。建物には来たが、どうやって登ればいいんだっけ。通気口を使って屋上に一つあるはず。着いたらその上に登ってジャンプしてパラグライダーを開く。楽勝よ。怪しいな。この町に来てから怪しくないことが一つでもあった。確かに。PK がいる。
なるほどね、分かった。インヒビターコンテナを検知。補給部隊は何してやがる。よし、行くぜ。よし。ラワン、何も残ってないぞ。ダニアは誰も入ってないって。もっと調べて。誰も入ってないにしては何もなさすぎてそんな感じしないけど。これ以上上がれなさそうだしな。あ、この上行けそうだね。すまない、やはりこのヘリに君を乗せる余裕はなさそうだ。ジェシカより絵が大事だったってことか。ロマンチックな靴だ。ロマンチックな靴。ということは屋上に行けば何かわかるかもしれないね。ヘリで逃げようとはしたけど逃げれなかったとか。あれくそ、絵は残ってない。みんな壊されてる。ラワン、コレクターはいたが肝心の絵はどこにもない。ラワン、おい、いるか。ちょっとエイデン。オーケー、手短に言う。ここにはウイスキーとウォッカ以外何もない。ウイスキーはいいやつだが。ホアンは上等なウイスキーが大好きだから、酔わせれば打ち解けてくれるだろうね。まだ食堂にいるか。さっき出てった。船に戻ったみたいだよ。自分の部屋にいると思う。オーケー、行ってみる。ちなみにそのウォッカ、ダニアの大好物よ。こっちに来るならね、そんな気はないだろうけど。でもこの街を本当に知りたいならそれも手だよ。一応言っとく。うん、それは何。あ、酒を取ると思って。酒をどっちに。あ、嘘、ちょっとダニアのとこに行くか、ホアンのとこに行くか。なんでこういう選択与えるんだ。こっちに行くか、こっちに行くか。多分ね、どっちを選んでも目的は同じな気がするんですよね。ただそのどっちを選んだかによって制圧するエリア、どっちのものになるかっていうのが決まるんじゃないかなっていう
僕の勝手な予想なんですけど、どうしよう。でもちょっとね、僕はこっちが気になるんですよね、 PK の方。なんとなく、なんかね、まだ知らない部分が多くて、 PK もうちょっとなんかいろいろ知りたいなっていうところがあるんですよね。なのでちょっとこっちにしようかな。こっち行きましょう。なんかまあ、ゲームにもよるんですけど、クリアしてまた最初からなんていうのかな、おなんかすっごい人増えてるけど、クリアした後その自分が上げたスキルをそのままの状態で最初からできるみたいなね、そういうゲーム結構あったりするんですけど、このゲームに関してはそれはできないみたいで、ちょっと残念ですよね。最初からね、自分の上げたスキルで遊べたらもっと楽しいんですけど、ね、あらまあ、ああ色男が来た。一緒にどうだ。大勢も楽しいぞ。遠慮する。ああ気分を害したか。悪いな、どうもその辺の加減がわからないんだ。お待ちしておりますが、お急ぎください。正直その粘り強さには感心するよ。もう一回門前払いしたらどうなるか試してみたくなる。後悔するぞ。16年もののハイランドシングルモルト、パンデミックの前年に作られた品だ。どっかの競売に出されて、ひとたる50万ドル超えの高値で落札された。うん、最高の贈り物だ。なんでそんな時間かかるの。なんか怪しいな。薬入れてないよな。どうするこれ。飲むか。色男に。まあ多分ね、これなんか入ってると思うけどね。まあなんだ、よく俺のガードを崩したな。で、相変わらずライトが欲しいのか。マットは理由を言ってたか。本当の理由を。ああ、テレビ塔を制圧するためだ。待て、本気でか。イカれてるな。10年以上誰も挑みもしなかったのに。ああ、危険なんだろう。そのためのライトだ。だがライトをつけるには電力がいる。俺が知る限りあそこに電力は通ってない。だからライトなしで挑んだんだ。勇者も愚者も誰も彼もな。そしてみんなボラタイルの餌になった。だがそれはマットの問題だろう。どこか腑に落ちない。お前は怪しいと思わないのか、エイデン。ブッチャーに備えて町の守備を固めときたいんだろう。
だからみんなで記念碑を建ててやろうってか。問題はな、ブッチャーは攻撃なんか企んでないってことだ。根拠は？聞いたのさ、レネゲイドに送ったスパイにな。戦争の後俺たちは町の中心部を占拠したが、大佐はダムに居座ってる。レバーを一つ押すだけで町の半分は毒の水に沈むんだ。大佐もバカじゃない。戦争になりゃ何もかも終わるのを分かってる。ならなぜブッチャーは食堂を襲った？町のど真ん中だぞ。いい質問だ。おそらくあれは大佐の命令じゃない。何か別の動きが出てきてる。俺たちの知らない奴がな。 UV ライトは？ジャックは何に使う気だ？奴は何か隠してる。ここ最近何に使うんだってほど大量のライトを注文しちゃ、決まってその一部がどこかに消える。納品後の説明は一切なしだ。なぜライトの数をごまかす？そこだエイデン。ここで謎が浮かんでくる。ジャック・マットは長年チャンスがあったのにブッチャーを殺さなかったことを後悔してる。ダムを襲えば大佐が水門を閉めるのが目に見えてるからな。水位が上がれば地面の中の化学物質が押し出されて、この町の生き物全てを焼き尽くすだろう。もう10年以上膠着状態だ。お互い相手が動くのを待ってる。そんな中誰かが電力を復旧させて状況が変わり、レネゲードが食堂を攻撃した。俺はとにかくどうしてもライトが欲しいんだ。ああ、妹に何があったか確かめたいもんな。スパイがいると言っただろう。ワルツとお前の妹の手がかり、お前とマットが探してる GRE の科学者についても何かわかるかもな。たく、ん？手を貸しても今とどうやってくる？でもこの人結構いろいろ持ってそうだよね。あんたと手を組もう。お利口さんだ。町に来て間もないのにもう誰につくべきか分かってる。ライトをやろう。じゃないとマットに怪しまれるからな。お前には大聖堂に行ってもらいたい。そこに隠れてる奴がいる。イカれた男だが腕はピカイチだ。そいつにこのスパイ装置を修理させろ。これが治ればマットが VNC タワーに設置しようとしてる通信機の盗聴ができる。泳がせて好きにさせる代わりに通信を抑えて、余ったライトで何をしてるのか探るんだ。情報は最大の武器だぜ。なんかあれですね、なんかどん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 なんか話が枝分かれして、なんか叩けば埃が出るわけじゃないけど、なんかいろいろありそうな感じですね。自分がこの人は信じれるだろうって思ってた人もなんか信じれるかどうかちょっと怪しくなってきた。どうなんでしょうかね、はい、これからどうなるのか全然わからないし、このゲームは一周じゃ満足できないですね。これだけだっていろんな選択がねできるってなると、もう一回やりたいですよね。こっちを選んでたらどんな風に話が変わってしまうんだろうっていうねところがあるから、はい、まあとりあえずですね、今回この辺にしようかなと思います。とりあえず次回は教会に行きましょうか、それともサイドクエストやろうか、ちょっとわからないけど、まあとりあえずね今回この辺にしましょう。お疲れ様でした。バイバイ。